こんにちは。マリサだぜ。霊夢だよ。久しぶりに、ウプ主が作った、MP44 が、鈴鹿をアタックしてるけど。今日は何？これや。どこかで見たような。PS5 持ってる人は、ほとんど見てるはず。あ。PS5 に最初からインストールされてる。アストロプレイルームだわ。これって、コントローラーのデュアルセンスの、新機能のデモみたいなゲームだよね。そうや。ゲーム前にデュアルセンスを、めちゃくちゃ自慢しているぜ。ま、実際すごいがな。でも、なんで今頃？ウプ主が、PS5 に当たってちょうど2年でしょ。そうだぜ、エディオンの抽選で当たったぜ。当時は、お約束でグランツーリスモ7の発売は延期だし、バーチャファイター e スポーツの配信なんて、夢にも思っていない時期だった。ウプ主、レースモノか対戦格闘しかしないもんね。そうなんだ、するソフトがなく。と言って、PS4 のソフトをする気にもならず。それで、アストロプレイルームをやってみたのね。そうなんだぜ、この手のゲームは絶対やらない。ウプ主だが、デュアルセンスもよくできていて。意外とサクサクでき、ステージは全部クリアしたぜ。2年前にはクリアしたのね。そうなんだぜ、意外といけた。今回は何するん？ウプ主は、2年前にステージはクリアしたんだが。おまけなのか？ステージの一部なのか？各ステージの一部を使った。いわゆる、タイムアタックがあるんだ。ほ、ネットワークスピードラン、なんて名前で。簡単なのと死ぬほど難しいのがあるぜ。で、タイムはさておき、最後まで完走できればいい。なんで、ウプ主は2年も経ってまたやったの？一コースだけ、どうしてもクリアできてなかったんだ。この、ストームラン、だ。ウプ主は、放置しておいたんだが。5歳の娘が、コントローラーの PS ボタンを押して。あとは放っておけば勝手に入力切り替えするしね。そうなんだ、そこで3歳の頃やったのを覚えてたんだ。で、結局クリアさせられることに、と。その通りでおますう。ウプ主には向いていない、というか。クリアできるわけもなく。奥様がクリアしたのね。その通りでおますう。2回クリアしているんで、1回目から行くぜ。はいなぁ。パチパチ。次2回目のクリアは記録更新するぜ。
30分切ったわね。せや、これで、ショート動画にもアップできるぜ。なるほど。ここからは、いわゆる NG 集だぜ。もっとあるのよね。せや、うぶ主、嫁、娘のを入れると、3倍くらいあるぞ。でしょうねー。このコースをすごいタイムでクリアしてる動画もあるが、すごい動きをしてるぞ。人んな？見るとわかるが、デュアルセンスで、こんな動きできるん？ってな感じの動きだぜ。もしかしたら、うぶ主はまだデュアルセンスの、性能を 100% 使っていないのかも。そうは思えんがな。奥様の動画を見ていると、結構、普通に進んでいるわよね。そうなんだ、ま、タイムはそれなりだが。まあ、この進み方も、うぶ主は成功しないがな。うぶ主、嫌いな分野のゲームだからね。レースや対戦格闘は、タイムアタック大好きだがな。うぶ主、タイムアタックじゃなくても、サクサクっと終わるのが好きなのね。そうらしい。これだって、しまいな。堀の開け込んでやったろか、なんていう始末だぜ。お後がよろしいようで。今回の動画はこれにて終了です。最後までお付き合いしていただいた皆様、お疲れ様でした。何かお気づきの点やリクエストがございましたらコメント欄に。もし、この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録と高評価をいただけましたら幸いです。それでは皆様お忙しいところ、ご視聴いただきありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。ゲームオーバー。